国際単位系はメートル法の後継として国際的に定められ世界中で広く使用されている単位系である。国際単位系はメートル条約に基づきメートル法の中で広く使用されていた MKS 単位系を拡張したものである。1948年の第9回国際努力構総会で設立が決定され1960年の 第11回国際度量構想会で、その包括的な規定が確立された。国際単位系は、よく、一貫性のある単位系と呼ばれることがあるが、その規定による単位の組み合わせが、すべて一貫性があるわけではない。なお、国際単位系はメートル法が発展したものであるが、メートル法系の単位系のありュとして、光学単位系、CGS 単位系などがあり、 これらを区別する必要がある。SI 単位を表したロゴ。上から時計回りに、キログラム、メートル、秒、アンペア、ケルビン、モール、カンデラ国際単位系の単位システムとしての特徴は、次の通りである。これらは簡便性と合理性を保つ工夫である。例えば、1881年の第1回国際電気会議の時点で、少なくとも12の起電力の単位。 10の電流の単位、15の抵抗の単位が存在していた。多様な単位が並存すると、相互の換算に煩わされるが、一貫性のある単位だけなら、換算係数の煩雑さは避けられる。以下に、SI の構造上の重要な決定を列挙する。略称の SI はフランス語のシステムインターナショナル D ・ユナイツに由来する。これはメートル法が、 フランスの発案であったという歴史的経緯があること、及び、メートル条約、国際度力行委員会、国際度力行局、VIP ムの公用語がフランス語であるという事情による。SI は、国際単位系の略称であるため、SI 単位系というのは誤った用語である。ただし、SI 単位は、国際単位系の単位という意味で、正しい用語である。 2019年5月20日以降の国際単位系についての公式文書はビットムによるフランス語と英語による第9版である。この文書の日本語訳は以下である。この文書は英語で記述されたものを日本語に翻訳したものであるが国際単位系の公式文書はフランス語によるものであり正式な本文の確認が必要な場合あるいは 文章の解釈に疑義がある場合は、フランス語版を参照する必要がある。1970年の第一版以降の経緯は次の通りであり、VIP ムの HP で閲覧できる。2018年に国際単位系の定義は根本的に改められた。すなわち2006年公式文書までは、7つの基本単位をベースにして、組み立て単位。 窃盗時からなる単位の組み合わせを国際単位系と定義していた。しかし2019年の第9版の公式文書は以下の定義のように7つの定義定数の数値を固定することによって逆に SI を定義することとしたのである。国際単位系はである単位系である。ここでヘルツ、ジュール、クーロン、ルーメン、ワットはそれぞれ秒、メートル。 キログラム、アンペア、ケルビン、モル、カンデラと、ヘルツイコール S、S マイナス1、J イコールキログラム M2S マイナス2、C イコール S、ルーメンイコール CDM2 メートルマイナス2イコール、CDSR、W イコールキログラム M2S マイナス3で、関係付けられている。7つの定義定数の数値には、不確かさはない。この定義では、 それぞれの定数の値を対応する SI 単位で表現したときの厳密な数値を定めている。定数の値は数値と単位の積であるため厳密な数値を固定することによって単位を定めることができる。7つの定数はすべての SI 単位がこれらの積と比によって表すことができるように選ばれている。現行の SI では7つの定義定数の数値を 固定することで SI を定義しており、すべての SI 単位が定義定数から直接に構成されるため、基本単位と組み立て単位の区別の必要性がない。しかし、基本単位と組み立て単位の考え方は便利であり、定着しているため現行の SI でも維持されている。7つの定義定数の数値の固定による SI の定義では、SI 基本単位の定義は、 定義定数を用いて導き出される。SI 基本単位は秒 S、メートル M、キログラムキログラム、アンペア A、ケルビン K、モルモル、カンデラ CD であり、対応する基本量はそれぞれ時間、長さ、質量、電流、熱力学温度、物質量、高度である。この7つの基本単位のうち、キログラムキログラム、アンペア A、ケルビン K、K モルモルの4つについては2018年11月16日の国際度量構想会においてその定義が根本的に改定された。残りの秒 S、メートル M、カンデラ CD については定義は本質的にはこれまでと同じであるが表現が改められた。基本単位の新しい定義は2019年5月20日に発行された。なお、 基本単位の列挙順序は2019年に以下の表の通り時間、長さ、質量となった。これは時間の基本単位である秒の定義が他のどの基本単位にも依存しておらず最初に掲げられるべき物理量であるからである。それ以前には18世紀以来の伝統的な列挙順序である長さ、質量、時間の順序であった。上の表の中には 単位の定義の中に別の単位を用いているものがある。例えば、メートルの定義には秒の定義が前提とされている。単位の定義に求められるのは何より実用性、すなわち現在の社会生活に必要かつ十分な精度を持ち、定義値が容易に実現できることである。このため、定義の独立性は意味を持たない。なお、基本量の次元の記号には、 三セリフ立体を用いる。組み立て単位は、基本単位のべき上の積と定義される。このうち特に、積の係数が1である、組み立て単位を、一貫性のある、組み立て単位という。SI において、一貫性のある、組み立て単位の一部には、固有の名称とその記号が与えられている。例えば、ラジアン、ニュートン、パスカル、ジュール、ワット、ウェーバ、ルーメン。 ベクレルなどである。SI 切刀時は SI 単位の重心の倍量単位、分量単位を作るための切刀時である。前項までの基本単位や組み立て単位と組み合わせて用いることができる。しかし、切刀時が SI 単位と共に使われる場合、切刀時によって1以外の係数が導入されるため、結果として生ずる単位は一貫性を持たないものとなる。 事項に述べる SI 平用単位を除いた国際単位形全体が一貫性のある単位形というわけではない。このことを明確にするために、シプムは SI 単位のごと一貫性のある SI 単位のごとを区別して次のように定義した。つまり、基本単位プラス一貫性のある組み立て単位の範疇の単位であれば一貫性のある単位形であるが、 これに SI 窃盗時を付加すると、もはや一貫性は失われるのである。日々の生活で広く SI と共に用いられているため、シプムにより国際単位系と併用することが認められている、非 SI 単位である。これらの仕様は今後ずっと続くものと考えられ、SI 単位によって正確な定義が与えられている。以下に SI 国際文書 SI 第9版第4章。 s i、si、との併用が認められる非 SI 単位の表、8で挙げられている非 SI 単位のすべてを列挙する。この表中の単位は、SI 単位との併用が認められる。ただし、これらの SI 併用単位を一貫性のある、SI 単位と組み合わせると、もはや一貫性は失われることに注意すべきである。なお、計量法では分、時、日、旅、分。 病の核単位は SI 接頭時とは併用されない。また、比は、計量法上は、計量単位ではなく、小読みの単位とされている。の中については、SI 併用単位を参照のこと。SI 国際文書第8版の第4章には、SI 併用単位とは別に様々な非 SI 単位が、列挙されていた。しかし、2019年に改定された、国際単位系では、 SI 平用単位以外の非 SI 単位はすべて削除された。削除された非 SI 単位の詳細は、非 SI 単位2006年第8版に掲げられていた単位を参照のこと。国際単位系は、数値と単位を記述するときの記法について詳細な規定を定めている。単位の名称を英語で書く場合は、立体で表記し、普通名詞として扱う。 文頭の場合もしくは、表題のように、大文字で書き始めるものを除き、単位の名称は小文字で書き始める。注意しなければならないのは、記号度の単位名称の正しい綴り方である。ディグリーセルセウスであって、ディグリーセルセウスではない。なぜなら名称は小文字で書き始めるとの規定だからで、ある。数値と単位を分割するために空白を用いる。量の値は、 数字と単位の積として表され、空白は乗算記号を表す。この原則は、セルシウス度についても適用され、セルシウス温度 t の値を表現するときには、その単位記号である、度の前に空白を挿入する。この原則における、唯一の例外は、平面角を表す単位である角度、分、及び秒であり、それぞれの単位記号である、およびに対しては、数値と、 単位記号との間に空白を挿入しない。例、0.234-0.879234。879 87とはしない。例、43279.20.16829不適例、43279.20.16829。例、3279.301683。 または3279.30.1683。このような形で桁数をグループ分けするか否かは、それぞれの選択に委ねられる。設計図、財務書表、コンピュータが読み取るスクリプトなどの特定の専門的分野では、このやり方は必ずしも使われていない。表中の数字の場合、同じ欄の中で使用する形式は統一する。現在では、 世界のほとんどの国で合法的に使用でき、多くの国で使用することが義務付けられている。しかし、アメリカなど一部の国では、それまで使用していた単位系の単位を使用することも認められている。日本は、1885年に、メートル条約に加入、1891年施行の土量工法で、借款法と併用することになり、1951年施行の、 軽量法で一部の例外を除きメートル法の使用が義務付けられた。1974年には国際単位系が導入され、1991年には JIS 格が完全に国際単位系準拠となり、JIS Z8203 国際単位系及びその使い方が規定された。この国際単位系への移行に伴い、1992年に気象庁が 気圧の単位をミリバールからヘクトパスカルに変更するなど、いくつかの単位が変更された。国際電気標準会議の前身である。基本単位の列挙順序は、秒、メートル、キログラム、アンペアの順である。SI 文書大発版までは、メートル、キログラム、秒、アンペアの順であった。ユニッツオブザ SI とも、倍量及び、 分量窃盗語ただし例外として、キログラムは一貫性のある SI 単位の中でただ一つ歴史的経緯により、その名称と記号に窃盗語が含まれている。VIP ムによる原表では当初はコテータ2014の数値が掲げられていたが、その後コテータ2018の数値に差し替えられた。国際標準化機構による ISO 線を翻訳したもの。 ISO1000 は2009年に ISO800 から1に置き換えられ、JISZ8203 も2014年に ISO800 から1を翻訳した JISZ8000 から1に置き換えられた。ありがとうございます。